ょうど昨年あのようやく待望の第一子の娘が生まれて、今は3人で家族でボストンに住んでいるところです。今ももうあのボストンでは結構在宅勤務が少なくなってオフィス勤務に戻りつつあるんですけど、まあ、3日ぐらいですねオフィスで勤務して、残り2日はあの在宅でっていう形で家族とのいる時間はすごい増えました。まあ、2年経ってようやく一人前の仕事ができるようになったのかなとは思っています。まあ、アメリカ赴任当初はもしかしたらそのアメリカって即戦力即採用っていうそういう形 の、 あの中途採用が中心 の、 あのものだと思ってたので、あんまりあの人を育てる文化ってないのかなと思ってたんですけども、でも武田の良かったところっていうやっぱりこう人を育てる文化があるっていうので、上司がちょっとずつこう仕事の与えていただけるあの、まあ、難しさだったりとか幅だったりっていうのをちょっとずつあの広げてってくれたっていうのはすごい良くて、であの大変だなって思えるぐらいの仕事をかなり結構うまくあの上司もアサインしてくれますし、その何ができるかっていうよりもあの何をしたいかっていうのを優先していただける文化があったので、まあ、そういう形でちょっとずつどんどんあの自分のできることとやりたいことっていうのを増やしていったっていうところがすごい大きかったですね。一番やっぱり違いを感じるのは人の豊富さですね。今自分がいるチームなんていうのはもうそれこそあの弁護士の資格を持った普通のビジネスマンだったりとか、あの MD の資格を持った普通のビジネスマンっていう方があの結構同じチームで働けて、でそういう方からそれこそサイエンスだったりメディカルだったりビジネスっていうのをあの一緒に学べるっていうところはすごいいいところだと思います。2017年に来た頃はどうやったら武田を認識してもらえるんだろう、まあ、いろんなあのブランディングっていう形でバスに広告、武田のあのブランディングの広告を置いたりとか、ボストンにいるスタートアップの方々をこう武田に一度に集めて武田のそのパートナリングのこう戦略だったりご紹介っていうのをさせていただくイベントいろいろやってきたんですけども、ここ5年で武田のネームバリュー、レピュテーションっていうのはすごいあの上がっているものになると思ってます。あのやっぱ社屋の買収でこう従業員が5000人以上に増えたっていうところもあるんですけども、会社の文化っていうのもすごい働きやすいっていうのをやっぱあの最初に入って2年ぐらいの人たちはみんな言ってくれてて、やっぱりそのレピュテーションだったりとか文化の違い、働きやすさの違いなのかなとは思っています。まあ、一番大きいところはイノベーティブなシーズとタレントにアクセスできるようになったっていうところですね。アメリカにもちゃんと拠点を置いてそこにアクセスできる、それがすごい大きいと思います。薬を開発するときに第一線のタレント、その領域 の、 の人たちがこう一緒になって開発できる、あのグローバルあのプロジェクトチーム GPT っていう形のところにこうクリニカルの専門家だったりとか入るんですけども、これすごいあの本当の意味 の、 あのグローバルチームで薬をこうあの研究と開発ができているのかなっていうところはすごいあのグローバル化のメリットではあると思ってます。武田の展望は明るいとあの思っています。武田がそれこそ他から入れるものもありし、あの自分で開発しているものもたくさんあるんですけども、その中でやっぱこう武田 の、 あの戦略に合わなかったとかハードルに合わなかったっていうものがどんどん出てくるんですけども、まあ、これ他社だとあのじゃあそのまま中止しましょうっていうことが多いんですけども、まあ、武田は何とかして患者さんに届けよう、まあ、その考え方はまさにあのこう実行しているのがこの医薬品の同質なのかなと思ってます。であのなので結局あの、まあ、ニュースで武田がそういう医薬品をの開発を中止したっていうのを見るんですけど、その裏で実はその中止した後他社さんにやってもらったりとかして、武田初の薬って意外にあの他のところでまだ生きてたりするんですね。あの見ているパイプラインだけじゃなくて見えてないパイプラインすごいあのたくさんあって、武田の薬の豊富さっていうのはすごいあの実感していて、とても明るいのかなと思います。